今日来れないって ヒロキが、うん、今日シーブンタイムで、え？いや自己シーブンタイム、自己シーブン新語だ。これは？これ結構面白くてよ。え？稽古が楽しい。稽古？おお、いいですね。楽しみできてましたか？楽しいよ。行くぞ、配信開始。後ろ開けたまんまでいいのからさ。閉める？あ、PC、FM、その前に。DJ。あるあるか？全部カタカナですか？ん？カタカナですか？福山雅治、いつ、表記はあの、いつオンリーだ？あれと一緒。今日一人だから。ITS、オンリー、福山雅治。2回の夏休み。お、10秒だと。は？10秒。5秒。わお、10時になっちゃったよ。5秒前。4、3、2、1。 DJ マシャワールド。平成28年7月15日金曜日放送記念の第40回 DJ マシャワールド、 DJ マシャです。あー、やった、40回だ40回もやってるのか。あー、長かったなー。いやー、実はですね、パソコンが壊れてですね、お家のパソコン、しかもこれいつだったかな、多分まだ変えてちょっと何ヶ月かなんですけどね、ちょっと中古だったんですけどちょっとね、 OS が多分壊れたと思いますね。今もうまたあの OS 入れ直ししてますけど、いやー、もうなんかね、一回便利に溺れてしまうとね、ちょっと不便がもうパソコン頼りなんでね。いやー、ほんでね、予備のパソコン持ってるのにこのパソコンのこと気がつかなくていやーね、準備が遅くなってしまってね、そうなんですよ。でも焦ったおかげで意外と早かったっていうね、やばい、やればできるじゃねえかみたいなやればできるじゃねえかってことがね、分かりました。うん、まあ、あとはね、まあ、あの、その、紙ですね。あの、紙と鉛筆のね、あと良さも、あの、よく分かりましたね。皆さん、紙と鉛筆使ってますか？はい、そんな感じでね、今週も DJ マシャワールドをお届けしたいと思うんですが、はい、それでは、ね、ちょっとそういった、パソコンがね、壊れてしまうたということで、今日の、テーマですね、はい、お笑いメールセンターですが、今日のテーマいきます。壊れたです。今日はね、パソコン壊れちゃったんでこのメールにしました。はい、皆様、壊れたに関するメールお願いします。いろんな壊れたがあると思いますけどね、あのなんかおかしい壊れたでいいですよ。 あの人ちょっとおかしい壊れてるみたいな、ね、そんな感じで言います俺とか言わんでまさかね。はい、続きまして期間限定お試し企画、本日はオーライモノマネ募集。はい、個人的にはね、地獄のコーナーなんですけど、一応まあメールが、まあ一応来てるんで、ちょっとどうにかやってます。はい、そして、久しぶりに、連続でね、期間限定のコーナーでさせていただきます。オーライセクシー川柳ということでね、はい、そんな感じで今日、これもちょっとね、まあ、今日、まあ、楽しみにしてます。来てるかな？メールね、それで読んでみたいと思います。続きまして、オーライ、死にうっさうさ、ハッピーバースデー。誕生日の方がいたら、メールかツイキャスで教えてくださいね。それでは本日も、ゲストなしでお送りしていきたいと思います。この番組、本当はね、あのゲストなしで基本的にお送りする番組なんですけど、本来のスタイルがこれなんですね。はい、それでは、今週も DJ マシャルドをお届けしたいと思います。
はい、じゃあそれではこの番組ですね、応援番組なんでね、私ともども皆さん応援してください。こちらも頑張って皆さん応援したいと思います。それではこの番組の提供は、バイクの格安バッテリー販売調教所やってますの 2x4 ステーション、あと DJ マシャの提供でお送ります。それではここで1曲お届けします。福山雅治さんで、みかん色の夏休み。こんばんは。8時6月。はい、どこからだ。これあの FM 放送してますが入ったねな。これ俺あれ切ったからかな。エスケープキーをしたからかな。ねえ、区切りがないよ。どこか区切り。一応大丈夫だね。え、一番最初の、たぶんキッシーさんの一番最初の大ライブでしょう。最初です。うわー、キッシー、なんか久しぶりだな、キッシーな。よし、無理せーくらべー。はい、つっくん、今日のマシャさんは壊れるかな。それ壊れてるから。さあ、どこだこれ、どこだどこだ。めっちゃめっちゃ来てるな、もうすでにツイキャスでめちゃめちゃ来てるな。はい、キッシーありがとう、オーライ。はい、ハンちゃん、はい、オーライいつもありがとう。あ、コインティニューコイン入りました、ありがとうございます。はい、うまじらってきてますね、なんですかねこれ。はい、ひふみさん、稽古お疲れちゃんと来てますね。はい、キッシー40回ありがとう。もみなか早くに聞いてる。ん、もみなか早く、もみなか早くに聞いてる。最後だね、うん、話聞いてるんだよね。え、聞いてないけど話した。大丈夫です。最後で。最後ちょっと時間取ってあるから少し。今日は。セックス川柳じゃないよ。セクシー川柳だよ。俺言われ方間違えたから。なんかあったね。モノマネコーナーはお試しじゃないからね。やるな。はい。ファインディングにも見て出遅れた有原ありがとう。子供と言ってたのかな。はい、坂健さん今日もありがとう。40回だよ。今日も難しいニュース原稿読む。あれね、ちょっとやばいよ、あれ。ちょっとディスカスさん、あれはちょっと恐ろしいんで、ちょっとね、考えときます、あのコーナー。ひふみさん、メールの入れ方さえ分かれば連続でいけますよ。メールの入れ方さえ分かれば。あ、メールじゃない、あの、でも大丈夫です。 CM CM スイッチをする。あと、その時これ切るんでしょ。はい、これ切って、では CM ですって言ってこれができれば長時間いける、はい、今いいよ。大丈夫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 。番組始まった時は戻ってくればいいんでしょ、はい、CM 分け。それかもう CM 前に呼べば大丈夫です。大丈夫、任せてよ任せて、俺自分の仕事やるから大丈夫。 CM の時間決まってるんでしょ。CM はマシャで、ね、OK、オーライ、大丈夫？ワクワクするな。一番信用できんだろ。大丈夫、やったことないから、ね、練習したけどよかったね。いたずらしようっけ。怖いわ。怖いわ、はい、めっちゃ怖いわ。そろそろ、きます？よし、そろそろ行こうかな。準備できたら合図お願いします。OK、いいよ。はい、じゃあ、あります。はい、福山雅治さんで、みかん色の夏休みでした。いやー、もう夏休みが始まりますね。いやいや、夏休み、大人になると夏休みがねなくなるんですよね。まあ会社によってはね夏休みあるとこもあるんですけど、お盆休みがねやがてきますね。はい、楽しみです。じゃあそれでは、オーライメールセンター行きますね。メールセンターに何が来ているのでしょうか。さあ行きたいと思います。今日の一発目、マチョさん、オツ、ラジオネーム、名古屋のオーバーナイトダンサーズです。今夜のメールセンター壊れたですが、マシャさんがモノマネのコーナーで崩れていくところがいいですね。あの崩壊っぷりが滑りを超越してますね。今後も続けていきたいです。マジか。あれはあかんと思ったんですけどね、個人的にね、なんかすっきり感がないんですよ。もうストレスだけ溜まるっていうね。皆さんはどう評価してるんでしょうかね。
マチャオさんはモノマネのクオリティをどのように評価していますか、教えてちょめちょめクラブということね。あ、今言ったことか、これ。いやー、もう個人的には、ね、スッキリ感がないんでね、やめたいんですけどね。ちょっとまあみんな喜んでるから、まあ仕方なくやってるっていう感じなんですけど、あれでいいんですかね。そんな感じです。大丈夫ですかね、このコーナー。もうやめたいんだけどな、ちょっと、まあ一人でもいればやるっていう感じなんですけどね。はい、ツイキャス、うん、キッシーから来てますね。ヒーフ D PA 操作できるの。今日すごいことになってますけど。若鳥経営が来てますね。はい、ちょっとね、あのお芝居 の, あのちょっと練習も、ま、されてることなんていうことなんですけど、ちょっとねこのテンションがこっちにも来てる感じがします。はい、ダンサーズさんありがとうございます。待って、メール待ってますね。はい、あ、次ね、あ、レイレイさんからセクシー川柳来てますね。じゃあ次これ後で読もうか。セクシー川柳ね、いきますよ。これもセクシー川柳、次行こうね。あ、来たよ、久しぶりのあの男から来たよ。懐かしいあの男から来たよ。行くぜ、ほんじゃ。ヘイオーライ、今日もマシャワールドに引き込まれて1ヶ月ぶりにラジオに参加。ポジティブなぽっちゃりぽじちゃりのヤンバルの騎士だよ。キシシシシシシ、マシャさん、ただいまふ。今日のテーマ、壊れたラ行を変換活用すると壊れになるよね。先週のこと、待ちにまた X ストリームっていう映画をレンタルしてきたから、テレビ台についてるサラウンドシステムを使って迫力のある映画を見ようとしたら、リモコンで電源が入らない。んと思って電池を見ると液漏れしてた。ファーツして、本体パネルについてるスイッチで操作したら電源は入るけど音量が調整できない。過去泣き、マジか、壊れてる。サラウンドシステムを使ったのも半年以上ぶり。お気に入りだったのにショッキング。マシャさんも最近全然使ってないものがあったら動作確認してみてね。あ、エッチなおもちゃも忘れないでよ。やー、キキキキ。じゃあ今日も最後までチバリをリクエスト。エグザイル2つの唇。ありがとう。そうか。キスしたいのかな、キシ。キスしたいって書いてないね。チューしたいだった。違うな。うん、チューしたい、ね。最近チューしたいって書いてないね。チューしてるのかな。チューしてるのかな。チューしてるのかな。いいね。そっか。いや久しぶりだね。なんか最近さ、この喋りやってなかったからさ、喉がさ、なんかちょっとあれなんだよ。最近さ、そう、寂しかったよ、キッシー、うふふ。いや、液漏れか。どうなのこれ。接点のとこさ、ヤスリで磨いたら使えないのかな。どうなの、ちょっと持ってきて、俺のとこに。サラウンドシステムね、今最近のね機械ってあれだよね。もうはっきり言ってね、もうリモコンがないと歯が立たないっていうのありますよね。結構前のね機種ってもう本体でいろいろ操作できたんですけど、いやー、その辺考えるとな、昔が良かったよねって思うところあります。そうか、キッシーね、俺のモノマネもちょっと壊れてる感じがするかな。どうかな、もうちょっとこれやばいね。なんだエッチのおもちゃって言われても困るんだけどね。そうね、そっかそっか、OK。じゃあまたメール送れよ。キシシシシ、次いきます。マシャさん、スタッフの皆さん、おばんです。大阪のおっさん、シローです。壊れる。まいよまいよ。マシャさんが、リューティーファミリーの LINE の中で、女子会メンバーとやりとりが始まり、マシャさん、いつも壊れます。深夜まで続くやりとり、やめてくれーって言ってますね。これ苦情が来ました。苦情。いやー、これ女子だけじゃないですね。僕男子でも余裕で壊れてますからね。女子だけではないですけど、僕壊れてますかね。うんって言って、いやいや。いやー、なんかね、誰か一人ぐらいにいてもいいと思うんですよ、ちょっと壊れてるぐらいの人が。いやいやいや、そうなんですよね。どうなんですかね、シローさんもたまに壊れてみてはいかがと思うんですけどね。あと、それとね、あの LINE のね、あのなんか通知が来たら、あのなんかビボン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 とかなりますよね。あれ、切った方がいいかもしれませんね。切り方がわからないのか。
切った方がいい。シロさん。あ、じゃあ分からないな。切り方？やばいね、こっち来たら切っとこうね。ごめんなさいね、また壊れます。断水してねみたいな。はい。ひふみさん、マシャのリモコンはどこってね。こんなんいらんわ、歌。はい。ツイキャス。アップルポンさんね。オーライ、マシャポン、キッシーさん、お帰りってきてますね。キッシー、さっきの返事来てますね。リモコンはワイヤーブラシで金具部分を掃除したけど、復活したけど、本体がダメだった。あ、液漏れが中に行って。ね、基盤やられちゃったパターンですよね。はい、チャラい AKB さん、あ、どうもどうもこんばんは。俺の頭の中壊れてます。あ、切ってます。これ何かな、これ。毎日女性のことばかり考えてるんじゃない？若い女性のことね。いいんですね。これあれらしいですよ。長生きの秘訣らしいですよ。本当に嘘じゃなくて。あとね、まあ、キッシーがよくチューしたいって言ってるんだけど、まあ、チューするのも長生きの秘訣らしいですね。あの、これ無理やりやったらダメですよ。大好きな人とね、チューするのが長生きの秘訣らしいです。皆さんいかがですかね、ということでね。はい、次いきます。皆さん、こんばんは。マシャ兄さんの LINE フレンドのリュアラです。今日のメール壊れたですが、自宅にある壊れたもの探したら超いっぱいありました。蛍光灯、空気清浄機、32型テレビ、過去のガラケー12台、パソコン3台、カーコンポ、その他いろいろ。そっか。普段家電修理しているので、いつか直すとか2個1しようとか考えて今に至る、典型的な片付けられない考えの脳みそです。近々処分しますってことね。そっかそっか、自分で直せるんだよね。そうか、もういいね。もしかして部品も変える？このお願いしよう、これは。いいな。そっか、俺もあのこれやろっかな、家電修理仕事。いいな、俺もやろうかな、家電修理仕事。できるんだけどさ、部品が手に入らないのよ。部品出ないと僕どんどん直しちゃうからね。車も直してるし。はい。あとね、モノマネ募集とセクシー川柳。あ、セクシー川柳来てないか。うさうさバスでね。OK。じゃあ、後でこれいきますね。チェックポチ。はい。ありがとうね。ハンバーガーのピクルス撲滅係やってきてますね。嫌いなのかな。いつもタイトルが奇抜なんですよね。一回全部まとめて読んでみようね、ラジオでね。LINE、あのね、リュアラが送ってきたタイトルだけを読むっていうコーナーね。今度やってみよう。はい、ありがとうね、いつもね。あ、俺のツイキャスで顔見たら、シワだらけやん。あんま笑わないでしょ。最近ね、あの乳液とね、あの化粧水でね、お肌を大事にしてます。どうですか？うふふ。さあ、次いきます。笑ってるよ。次、マシャコです、みたいな。はい。行くで、次。マシャさん、ハイタイ、北海道のジュンちゃんです。壊れた。私の満腹中枢神経、壊れた。まったやー。っていうことね。メール超短い。ジュンちゃんね、読みやすいよ。うん。ありがとう。この放送も聞いてるかな。これで聞いてなかったら大変よね。聞いてますかね。いやー、あ、シグナスさん、コンティニューコインありがとうございますね。いきなり追加してみるってね。はい、ありがとうございます。ね、コンティニューコイン超嬉しいですね。はい。じゅんちゃんね、これあれよね、すごいビール好きですよね。ビールがね。いつもなんだ、旦那さんのビールを飲んでる姿しか見たことがないっていうね。もう写真がビールだらけっていうね、そういう感じなんですけど、もうそろそろメールコーナー終わりかな。メールコーナー、あと1本いこうか。あと1本いこうか。はい、あと1本いこうね。いや、素晴らしいですわ。わ、めっちゃ長い、次。めっちゃ長いメール来た。これどうしようかな。読むかな、一応読むか、読むか、よし。これ電波で聞いてるって聞いてることでね、電波で聞いてますっていうメールが来ました。はい。DJ マシャさん、こんばんは。ムーネーです。ありがとうございます。テーマ、壊れた。オーライ、今、壊れて困る。一番困るのは、なんだい？ベイビー、じゃない。マシャ。はい、消えた。自分は、クーラーだと思うぜ。寝てて熱中症になるぜ。3年前の真夏、知念で最高気温更新した日、昨日まで使っていたクーラーがいきなり壊れた。にんだらん。暑いコンクリート屋の屋上、あちさん、
翌日電気屋に行ったら欲しいクーラーは売り切れ、注文したら早くて 2,3 週間、仕方なく二流クーラー、二流メーカー頼んだら運よく3日後に着いた、最高、熟睡終わりそうですか。沖縄市から地上波で聞いてます。マシャごめん、思い出した、冷蔵庫壊れてもデジドありがとうございます。うわー、そうですか。うわークーラーね、やばいっすよね。あの僕もね、一回ね、あの冷蔵庫が壊れましたほんでね、もうどうしようと思って、でかい冷蔵庫だったんですよ。やっべーと思って、とりあえずね、あのコンセント抜きました。抜いて5時間後に刺したんですよ。やべーとか思いながら刺したら治りましたこんなんだったないや、クーラーね、あ、じゃあ冷蔵庫ね、一回壊れたと思ったら抜いて入れてみた方がいいですよ。治る時があります。しかもあれから1年経ってるのにまだ使えてます。だから皆さん、壊れたと思ってもね、実は電源入れたらね、治る時があります。はい、ムーネさん、電波で聞いてるメールありがとうございます。嬉しかったです。じゃあそれでは CM 行きます。あ、なるみさん、あ、なるみさん来た、なるみさんどこだ、なるみさん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、今ね、ちょっと慌ててる、小説のコーナー、小説探してない、小説どこだ、送信、ちょっと待って、今神経めっちゃ集中してるから、何、小説 BGM、 何がいいかな、どんなノリがいいやつ？あ、でも全然どんな曲わかんない。マジか？あ、10秒前です。ダメだったらテレ下げて。うん。で、指示してください。4秒前。3、2、1。DJ マシャワールドをお届けしております。はい。ね、僕ね、なんていうんですかね、本が読めないんですよね、なかなか。漫画しか読めないって。すごい大人なんですけど、あれなんですよ、最近なんかね、なんかこう作品を作りたいっていうこの意識がありまして、その舞台とかねやってみたいんですよ僕。ですごいね、小説とか興味あって、小説読まんくせに小説に興味があって、で、あれなんですよ、小説作ってみて、ある番組に送ってるんですね。で、これナオピンさんの番組なんですよね。ナオピンさんの番組は、毎週金曜日ね、FM 同じ銀の輪なんですけど、6時からの、1時間ね、まあ、僕が宣伝してあげてもね、まあ、得にはなると思うんですけど、僕の得にはならないんですけどね今頃多分酒飲んでると思うんですけど、ナオピンさんね、うん、まあ、どんなになんか今日言っても絶対俺の番組絶対聞いてないから、もう絶対聞いてない、大丈夫、出てよってお願いしたらね、うーんとか言うね、酒飲んでるとか言ってね、そんな酒、いや、まあしょうがないね、うん、いやーね、いい感じなんですけどね。まあそんな感じでね、この小説をね、ちょっと読んでみたいっていう思いんですけどね、ナオピンさんの番組だけでもね広がらないと思って、自分の番組でも読もうと思いました。はい、そうでね、今日引っ張り出してきましたよ。ちょっとツイキャス、なんだこれ、ツイキャス事件発生してるぞ、なんだこれ、え、キッシー、なんだこれ、テヘペロ、なんだこれ、ぬる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 って、なんだこれ、坂健さん抜いて入れると、なんだこれ、なんだこれ、マシャヌーヌーって、なんだこれ、抜いて入れる、アップルボンさん、キッシーさんもクーリトーンってね、つっくん、ズボズボ、なんだ、おいおい、ちょっと待てや、みんな、ちょっとみんな、ズバリ言わせてもらっていいか、これは、官能小説じゃないぞ、いやいや、マジで、ちゃんとしたのだから、反論小説希望してるのかな、まあそれならそれで作ってくるけどねそれあかんよ、もう。まあ今日なんかいいサウンドが流れてきたけど、あ、いいね、
あ、いいねこの曲、いいねこれ、これいこうか。じゃあね、あの知らん曲やけど適当に流してもらいました。ひふみさん放送できんって書いてますけどね、放送できますから、はい、立派に読み上げますよ、自分で作った小説を。はい。これひろき聞いてるんだよね多分な。あれ読むから。はい、いきます。夏の暑い日であった。光かっこ主人公の男は知らない場所で目を覚ました。光は横に目をやると美しい女性がいた。名前は涼子という。涼子の日課は毎朝忘れる前に夢を書き留めることであった。彼女は色も形も美しく外国製の万年筆を使っていた。何日か一緒に過ごしたある朝の出来事であった。光はツンドラ気候のことで頭がいっぱいになった。光は涼子に聞いた。ちょっと笑いそうになるけどね、これなんでツンドラ気候やねってツッコミが。自分で作って笑いそうになるってね、読んで読みますね。ダメだ、笑いそう。なんでおかしいのかな。ちょっと読みますね。はい。俺はツンドラ気候の場所からやってきたのですか。涼子は猫の頭を撫でながらこう言った。あなたは私が見ている夢の世界から出てきたの。光は頭が真っ白になった。この女性は一体何を言っているんだろう。光は叫んだ。一体何を言っているのですか。彼女はずっと黙っていた。一緒に過ごすうちに不思議なことがたくさんあった。光が思うことを自然にやってくれるのだ。光は自然に涼子に好意を抱いた。そんなある日、光は勇気を持って涼子に気持ちを伝えた。涼子さん、僕はあなたのことが大好きです。よかったらずっとこのまま一緒にいてください。すると涼子は、ありがとう、とても嬉しい。と抱き発し、そのまま姿が見えなくなっていってしまった。光はそうつぶやいた。すると光は目を覚ました。光は長い夢を見ていたのであった。一人ショックで佇んでいた。するといきなり家の呼び鈴が鳴った。出てみると一人の女性がノートを持って現れた。今営業で一軒一軒回ってます。慣れない仕事で大変なんですけど頑張ります、と明るい様子であった。名札に目をやると名前は涼子、そして手にはあの弓で見た外国製の万年筆。光は目を疑った。終わりっていう感じでね、ちょっと真面目に読んでみましたんですけどね。なんでツンドラ気候っていうね。騎士観音小説じゃないよ。なるみさん、マシャ頑張れってきてます。ありがとうございます。なんかね、あ、ハンちゃん、恋は七重八重みたい。あ、いいですね。つっくん、声が二重に聞こえる。これ、どこか誰かツイキャスの声出してないですかね。はい。いやー。観音小説はないですけどね、まあ、ちょっとこう、5分ぐらいでね、終わる小説ってことで、ちょっと頑張って書いてみますけど、20分ぐらいかかって読める、やつもあるんですよ。これ、うちの番組だったら、ちょっと苦情が出てきそうなんですね。これ、いつかね、なんかこう、映画化したりとか、なんかね、舞台のステージでできないのかなとかね、誰かこう役者さん集めてね、いつかそういうのやりたいなと思ってます。はい。僕の夢なんですけどね、ささやかな。はい。めっちゃ時間押してしまいましたね。そのおかげで。はい、じゃそんな感じでね、どうでしたか、小説のコーナー。あとでね、ちょっと番組への感想待ってます。あかんあかん、もう、読みすぎた。じゃあ、行きますね。じゃあ、もう、セクシー川柳とモノマネコーナーね、ごちゃ混ぜにしていきます。時間ないからもう。
いきますね。はい、これセクシー川柳のコーナーに来てますけど、セクシー川柳じゃないけど、なんか低い声で言ってほしいなコーナーって来てますね。勝手にコーナーが作られてますけどね。はい、いきますよ。低い声でね、言ってほしいってことでね。はい、いきます。かわいいね。あー、セクシーと来てますね。これでいいんでしょうか。これでいいんでしょうか。これね、かわいいね。これでいいでしょうか。はい、レイレイさんという方が来てますね。あ、違う、ね、誰だこれ。はい、はい、ありがとうございます。これでいいんでしょうか。次いきますね。はい、セクシー川柳のコーナー来てます。マチャジロさん、おつ、ラジオネーム長屋の合理的ダンサーズです。セクシー川柳いきます。なんかカポーンみたいなのある？カポーン的な、ない、え、ない、カポーン、うん、ある、カポーン、なんか いきますね。じゃあ、これはマシャさんが那覇のオフィス街で OL とすれ違うたびにクンクンと香りを嗅いでる様子をね、川柳にしたということです。じゃあそれではいきたいと思います。じゃあ最初に読みますね。あ、カポーンいこうか。すれ違うオフィス街の香りかな、うん、なるほどね。これはなんで俺がねこれ書いてませんよ。匂いが来たらまあ書きますけど当たってるか。じゃあはい、そうなんで、ありがとうございますね。いつもね、無理やり送ってもらってます。はい、またダンサーズさんね、いや、お願いしますね。はい、じゃあ次いきますね。ね、モノマネ募集来てますね。モノマネ募集、はい、三輪明宏の声で、大都会を全力でお願いします。あ、これできる、これできるよ、これできる、これできる、できる、できる、いくぞ。これはね、リュアラさんからのね、いきますね。三輪明宏の声で大都会。おー、風すいまふー、拍手、パチ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 。俺曲口でやるわ、俺曲口でやるわ。いや、本物の拍手か。いくでー、次いきますね。マイケル・ジャクソンのポウをマジにでお願いします。あ、これもできる、これごめん、もうマジにすぎて面白くないかもしれんけども、 やります、いきますね。あ、これ久保田。これ久保田。うん、パオ。なんか違うね。ま、今日はこれぐらいでいいかな。あかんわもう。ああ来たよ、あのモノマネ募集ね。うまい人から来ましたね。味噌ニコミスキーさんから来ましたね。ありがとうございます。いつもね、選択がいいんだよね。エンダーの店員さん、どうやってやったらいいのこれ。これどうやったらいいの。エンダーの店員さん、じゃあ行きますね。行きますよ。はい、はい、エンダーWにようこそ。ごちそうさまでした。違うな、なんか違うな。なんかちょっとあの車でブーンと乗りつけて、なんかこうあのちょっとポンポンポンってこもってる、なんかこのなんかもういいです。次いきますね、ドライブスルーね。はい、血に飢えてるか、いきますね。ダメだこれもう、なんか拍手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 取れ、拍手、はい、拍手拍手拍手、お、拍手切り寄った、拍手切り寄った。次いきますね。はい、あ、フェラーリ、あ、これできる、これはできる。フェラーリはね、これ10 V 型12気筒バージョンね。いきますね。あ、違う、やめた、これこれ失敗した。これはちょっと今日は調子悪いんで、また調整してきます。はい、次いきますね。沸騰している夜間、あ、これはあれかな、沸騰センサー付きのやつですね。うん、いきますね。ピーピー、終わり。はい、はい、次いきますね。5番、拗ねてる小林さん、あ、これできる、これできると思う。
いきますね。拗ねてる小林さん、これ聞いてないよね、本物ね。やばいな。もう私ね、本当になんかもうなんかこう高圧的とか言われてるんですけど、まあ、別にもういいですね。あのいいです、皆さんが分かってくれたら。カポン。やばいよやばいやばい。はい、ごめんなさいね、逃げろ逃げろっていうことはね。はい、じゃあもう来てないかな、変なメール来てないかな。変なメールって怒られるよね難しいわ、モノマネは。いやー、モノマネもコーナーないよね。あ、来た。コーラゼロさんから来ましたね。アッキーナのティーサージー告知、これできるかな。アンケート、パンツ見えたら叫ぶ A、 パンツ見えたら、あ、ちょ全然似てないな。あのちょっとなんとかかんとかのコーラゼロさん、ごめんなさい。次のコーナーいきますもうダメだ、いっぱい来てるけどあかんあかん、もうやばいやばい、もうあかん。メールいきますもん、メールね、気を取り直して。もう怖いわ、もうできんできんもうできんできん。じゃあメールのコーナーいきますね、気を取り直して。はい、じゃあライオンマルさん来てますね。おーらいましくん、そしてラジオを聞きの世界のリスナー中の皆様、こんばんは。ナイスミドルフォーティーズの落書き島のライオンマルズラ。毎日暑いね、いいねいいね、暑いで最高。すいません嘘です、ほどほどがいい。てなわけで今日のオーライメールセンターは壊れたかよ。そうだな、人から借りているものが壊れたときは焦るよなこれは壊したこと何回かあります逆に壊したものが、壊れて帰ってきたときはがっかりするような、 ありますねこれも。はい、昔ウォークマンを同級生に貸したら壊れて帰ってきたことがあったな。なんか嫌なこと思い出しちまったな。あいつ今頃何してるんだろうな、許さんって。これ弁償してもらってない例ですね。はい、してこの間なんだこれ、和尚くんの家に行った時に、クーラー壊れてたような。あの時確か36度以上あったっけ、体温じゃね。この夏も猛暑らしいからそろそろクーラー直したがいいぜってことね。ではお待ちかね、本日のラッキーパスタは、グエルミチエリだぜ。早口で3回言えれば運気が、上昇するぜ多分。ほんじゃーってことね。もう読みたくないですこれ読みたくない。あ、これ36度以上あったって書いてますけどね、さらにすごいことが起きましたね。これね、この前ね 38.6 度ありました。熱が出てる、死ぬかと思いました。もうちょ38度6分あります。38.6 ですね危ない危ない。いやー、ほんと死ぬかと思いましたね。いやー、最近ちょっと温度が下がってきてますけどね。はい、あの下潮すぎたからですかねはい、クーラーね、あの配管がね、ぶち切れたんですよ。部品どこで注文しようかな。あとそれかね、これ導管を溶接すれば治るんですけど、これリュアラに相談しよう部品シャープのクーラーです、溶接しようかな。アカンバイジムで溶接します。はい、次いきますね。マシャさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか。倉敷ののんぺです。今日のテーマ、壊れた。我が家のブルーレイレコーダーが突然壊れたんです。まさかのでした。そのために新しいのを買いました。その時にビューティーを撮りたくて 4K ビデオを買っちゃいました。内緒の話ですが、小さい声でよろしくってことね。今日聞く見ましたけど、まあ、どうせこれ嫁ちゃんが聞いてなければ大丈夫ってことですかね。嫁ちゃん聞いてるかな。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。暑い日が続くので体調崩さないように頑張ってくださいね。またメールします、バイミーってことでね。あのなんかね、家電ってね、一気に壊れますよね。なんかあちこち、なんかないですかそういうことって。もうあれ怖いです本当に。はい、怖いです。いきますね、次ね。ありがとうございますのんぺさん。 4K ビデオね、ものすごいですねこの容量が。はい、オーライメールセンターに送るよ。味噌煮込み好きだよ。テーマ壊れた。マシャさん、最近壊れ気味って話。あー、いや大丈夫。マシャさんの壊れ気味なトークは、味噌煮込みスキーはファンだからね。え、そんな話じゃないのってことでね。あ、嬉しいですねファンがいた壊れたって言えば、我が家の風呂の蓋1枚のはずなのに、いつかジョイント部分が壊れて5枚ぐらいになってる。毎回お風呂入るたびに5枚剥がしてからお風呂に入るの。うふって買ってみたけどね蓋ぐらい自分で買ったらって声聞こえそう。でもうちの風呂の蓋はちょっと特殊な形だから、その辺に売ってないから困るんだよね。
マシャさん、リスナープレゼントはピンクタップ、ピンクタンクトップでお願いしますって来てますね。あー、ピンクタンクトップね、これ増えるんですかね。これピンクタンクトップをプレゼントしたらこれ着てくれるんですかね。ブラジャーなしで着てくれますかね。これ旦那さんに怒られそうですね。これピンクタンクトップ似合うと思うよ。うん。お風呂場の蓋なんですけど、これどうですかね。100均ショップであの板があるじゃないですか。あれをなんかジグソーで切ってそのお風呂の形にできないですかね。できると思います。でね、風呂の蓋にこう12345って番号書けばね、なんかいい感じでできそうな気がしますけど、どうですかね。僕作りに行ってもいいですけど。名古屋までリスナープレゼント風呂の蓋作りに行くみたいな。これはすごいな。そうかそうか。ピンクタンクトップインにしてくださいね。次行きます。ピンクタンクトップはイン。次行きます。ピンクタンクトップはインだよみんな。時間大丈夫かな。まあ、あと少しだな。オーライマシャ、ラジオネームディスカスだよ。テーマ壊れた。学生時代はピッチャーやってたからよく肩壊したな。え、マジっすか。おお、すごいですね。ピッチャーだったんすか。中2の時壊してから癖がついたのか、3度壊して氷でピッチャー首、草野球でも2度壊してピッチャー断念。今投げられるかね。投げてみたい。冷やみ勝ち球史品は冷やみ勝ち東北と。 iPhone から送信ありがとうございます。あー、ピッチャーか、すごいっすね。何だったっけ、あの漫画でね、右手のこの肩壊してで左手の投手になってメジャーっていうのがありましたよね。ね、すごい好きでした。僕ああいう熱いのが好きです。なんか俺もなんか作りてえな。なんかめっちゃピンポンピンポンなってるね。俺です。ごめんね。はい、いやーいいですね。ピッチャー、ピッチャーね、僕ね一回やったことあるんですよ。孤独でした。ピッチャーピッチャーめっちゃ孤独っすよ本当に。ピッチャーやらしてってたんですよ。いやいいよって言われてね。うん、そんな感じでした。いや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 、本当にピッチャー孤独です。まさに今の俺みたいな。そんな感じで。はい、次いきますね。マシャさん、ギャラに来ている皆様、ギノワンスタッフの皆様、 DJ マシャワールドにお越しの皆様、ヒャッホーイ。東京の世田谷コーラゼロです。よろしくお願いします。さて、壊れた中古で買った iPhone に格安 SIM を使おうと思って、特殊な SIM カードをゴニョゴニョしてたら引っかかり取れなくなった。完全に壊れたわけじゃないけど、どうしようか考え中です。では最後までちばりよーってことでね。これは犯人は誰ですかね。犯人、特殊な SIM カードが悪いのかな。多分精度が甘かったんじゃないですかね。まあ僕も似たようなことありますけどね。やっぱり純正は純正にってことでね。まあそれかも中古で買った iPhone が元からおかしくて、知らんふりして中古に出されてたっていうこともありますね。ありますね。応援してます。応援だけしてます。次いきますね。マシャさん、お疲れ。ポンポコポーン、アップルポンです。先日はうちの娘がお世話になりました。うちの娘、本当にマシャさんが気に入ってるみたいですよ。今度またお会いしたいとのことですので、何卒よろしくお願いしますということでね。すごい僕にべったりだったんですよ。いやー、抱っこしたいですね。女の子は可愛いな。苦笑い、横から。そして、去る12日の火曜日は、うちの旦那の誕生日だから、うっさうっさしてね。名前、たっちゃん。そして、壊れた。実は誕生日の2日前に、旦那が交通事故に遭って、車が壊れたよ。はっ、なこれ、本当これ、これ本当この話。アップルポンさん、本当の話これ。実は誕生日の2日前に旦那が交通事故に遭った。え、対向車線から車が突っ込んできて、避けられずガシャン。え、うわ、やばいな、これ。でもご心配なく、怪我はエアバッグの衝撃で打撲しただけで済みました。え、しかも不幸中の幸いというか、壊れた車は前日に、え、自動車整備工場から車検のために借りていた台車。ではでは皆さんも運転に気をつけてください。うわー、マジか。うわー、怖いですね。これ良かったのか悪かったのか、これ工場からしたら偉い話ですよね。そうか、こんなこともあるんだ。いやー、でも大事に至らなくてよかったです、マジで。そうか、ちょっと今度タッチャーになったら抱きしめたいと思います。アップルポンさん、ごめんね。次いきます。あ、メール、メール全部読んだかな。メール完全制覇したかな。おっと、まだチンが入りました。
はい、これ CM かな。じゃあそれでは CM 行きたいと思います。知らんかった。そっか、やべえな。なるみさん抱っこされたってきますね。これ誰に抱っこなんで抱っこの話。はい、ちんちん久しぶり来ましたね。ちん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 はあれですよ、あのチンチン早く行け合図ですね。さあ今日はですね、あの曲をやりたいと思います。メールした遅かったかってよ。え、なるみさん、メールメールね、あの後で別アカウントに行くんで、あの C 分タイムで読みますか。DJ マシャワールドをお届けしております。じゃあそれではですね、弾き語りのコーナー行きたいと思いますね。ちょ1本押してるな。はい、じゃあ先週あの一番で終わったやつもなんか納得いかなかったんで、やっぱり今日も弾くことにしました。はい、それでは聞いてください。福山雅治さんでガール。じゃあイントロいきますね。ワン、ツー、スリー、フォしてたねが笑っておくれよが、どんな瞳でが、今は誰を見つめているの。木漏れ日の中を歩けば、不意に思い出す。君の面影が歩道に溢れ出してゆく。何度も抱き合った、会うたびキスをした。だけどもいつしか二人違う明日見てた。恋をしてたねが笑っておくれよが、どんな瞳でが、
地をがあるそっと今は風に預けて間違えた。びっくりした。歌詞飛んでる。間違えたわけよ。飛ぶとこ間違えた。はい、じゃあそれでは日にうっさうっさバースデーをやりたいと思います。僕は分からない。びっくりしました。いやーびっくりした。うわーびっくりしたもん。じゃあ今日はアップルポンさんの、旦那さんとどこだ、リュアラから、リュアラなんかね、あの小池百合子さんが誕生日っていう情報がありましたね。小池百合子、本当？という情報が入りました。はい。こんだけかな。あ、もう探せない。はい。メールを送っても探せないって読まないってね。恐ろしい。これやばい。うっさうっさバースデー来てないか。死にうっさうっさバースデーね、これ配信になるかもしれないね、このコーナー。絵がダメだ。じゃあ小池百合子さんとね、今日アップルポンさんの旦那さんのたっちゃんの誕生日です。マシャさん、キベちゃんがメール送ったって。あとであの DJ マシャのあのあっちに送ってください。じゃん、小池百合子さん聞いてるかな。ハッピーバースデートゥーユー。うさ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 、完全パクリや。俺死にうさ入れるの忘れたで。どうもありがとう。生まれてきてくれてありがとう。時間ないから言わんかったもん。さあそれでは、はい、いやーびっくりしたよ。もうごめんね、もう曲も間違えるし、練習2回やったんだけど超うまくいったんだけどね。はあ、本番はもうあかんあかん。さあそれではですね、とりあえずあのエンディングのテーマを流してみてください。とりあえず。はい、メール、マシャさん、芦田マナさんのモノマネお願いします。ラジオネームユンさんから来てますね。これ速攻でやりたいと思いますね。あ、ちょっと待ってね。あ、ちょっと待ってね。ちょっと。DD もちょっとよ。明日まだだよって言わないところがねポイントです。はい、ちょっとあのメール読めないですね。ちょっと告知で来ておりますので、ちょっと告知じゃあお願いしましょうかね。じゃあ告知、はいどうぞ。はいどうぞ。いいですか。はい、もみさん映らないの？はい、もみも。もう席かけてる。はい、どうぞ。いや、もみ、はい、ちょっと寄る、はい、はい、はい、こんばんは、エコザイルです。ですね、ノーレディオノーライフ、エンジョイラジオライフということでですね、曲の垣根を越えてみんなで楽しもうじゃないかということで、あの第1回ウチナーラジオオフ会スペシャルを、明日ですね、もう明日若狭のビクトリーホテル1階のライブバー時空で、行いたいと思ってます。で19時会場、19時半開演で、会費がですね、3000円からなんと2500円に値下げ。500円値引きしました。これ食い物あるんですか？はい、料理はお任せでですね。酒飲み放題？飲み放題です。ビールは？飲み放題です。ドリンク飲み放題、多分。今炭酸だからね。聞いてください。で、マシャ、あの飲み放題やり放題って。お、いいですね。やり放題かよく分からないですが。で、そこにはですね、はい、今言ったように曲の垣根を越えてということで、はい、雲路から、西町から、公安から集まる予定なんです。で、ここ、FM 宜野湾側からも、はい、来ます。で、マシャさんがね、ちょっと小林幸子バージョンでなんかすごいのやりたいということで、期待してますね。何をやるんでしょうね、私、楽しみ。最後にキチキチのまたピチャピチャ入ってくる、そこパンツ履かんよ。パンツ履いてないよ、もう。
しも、はい、きちんと来ないとダメですかね、やっぱり明日は。もう、いやいや、明日期待してます。わかりました。あ、マッシャも、うん、明日も肩順に出して、肩。わかりました。あのバンティーラインが出ないよね。処理してきますんで。わかりました。ティーバックにしようね。はい。OK、お願いします。と、はい、いうことで、お願いしますね。はい、で、あの、本当、当日ですね、あの、チケットまだありますので、直接あの来てから、当日あの購入していただくこと可能ですので。これ、予約しなくて大丈夫？あ、予約もなしで全然。いきなり来ていい？いきなり来てください。あの、増える分には大歓迎です。なんかあのこれ独身席とかないんですか？なんか作ってないの？独身席とか。あ、作りましょうか。既婚席とか。作りましょうか。あった方がいいよ。あ、ほらほら。一応独身はここおったらいいんちゃうみたいな。独身はみんな丸バイした方がいいじゃん。丸バイ席。変態しか集まなくなる。すぐ通報されるよ。とりあえず明日の皆さん来てください。ね、だから、ね、楽しんで。スペシャルだからね。スペシャル、スペシャル、スペシャルだからね。大会やことお願いします。はい、みんなで楽しくね。はいはい、余興もあり。バカ騒ぎもありということで、はい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 、僕の持ち時間何分ぐらいでいいですか？あ、もうラストぐらい行きましょうか。ラストだから15分ぐらいで大丈夫、うん、あ、もうアンコール来たらどうしようかな。アンコール一応入れときます、ね、アルコール飲ませます。アンコールでアルコール飲ませてね、うん、そうそうそう、よくわからないけど。オッケー、じゃあそんな感じでね、はいはい、明日ね、はい、僕パソコン壊れてね、明日の処理ができてないんですよ。この作らんといけないのって。今日夜通しであの処理と練習をね、はいはいはい、しないといけない。よろしくお願いします、はい、楽しみにしております。ま、はい、前をも来るって。来る前を歌う、うん、前をファンもこれ、うん、えマシャも歌う。マシャ本気でやるからね。マシャお笑いなしで本気でやるからね。モミモミも歌おう。モミもいいですね。あのマシャも歌おう。あのキラキラカールちゃんひふみ歌おう。キラキラカールちゃんの応援もしないといけないね。キラキラカールちゃんの応援ね。キラキラカールちゃんの応援もしないといけないね。ありがとうね。新聞見ましたよ。はい、オッケー、はい、はい、はい、どうぞ。じゃあそれではですね、今日もね、あんまり音楽が流れないね、しかもあのギター間違えるって DJ マシャワールとね、今日元気にお届けしました。いやいや、それでは、メールちょっとね、あの俺のアカウントで、あれやるから、あの貼り付けて、あのこれね、ユーミーさんしかできない、これ貼り付けてくれ、リンク先を。あのシーブンタイムがないので、僕のアカウントに遊びに来てください。ユーミーな。ユーミーさんから貼り付けてくれたから。ユーミーさん貼り付けてくれ。あ、もう見てないから。見てる。うわ、ユーミーさんどっかいなかった？20秒。ああ、じゃあ、はい、じゃあ、あの、シーブンタイムは、次の、あっちで行きますんでね。じゃあ、DJ マシャワールド、はい、来週も、元気にお届けしたいと思います。それじゃあ、See you next! バイバイ、待ったやーってね。はい、明日待ってるよ。シーブンタイムはあっちで。オッケー、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずシーブンタイムをまた行ってくれます。それ、お待ちから、ちょっと、これ、ありがとうやりましょうか。打ち合わせ。やばい。俺、明日5時に行きますんで、5時に現場に。はい、じゃあ、切るよ。みんな、ごめんな、はい、マシャさんのキャス、わかるかな？リンク先。あった！ユーミーさん、ありがとう。あの、シグナスの。